ットワークの特急列車を全制覇すると意味不明なことを言い出した海氏。しかし前回途中遥か13号が大雨と安和線の車両故障のためにまさかの雷拳ウプムシが無理に作業を得ることができるのだろうか。おはこんばんにちは、あやてシリーズ221です。本日もこの動画にご乗車またお乗り換えありがとうございます。今回も前回も続きからアニメ天気担当を乗ります。よろしくお願いします。あと今回も進行は前半7202編成くんお願いします。呼ばれて飛び出てじゃ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 ん。どうも前半7202編成です。今回も進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。さて今回は姫野駅から旅を始めます。それでは行きましょう。出発進行。はい、姫野駅です。今出て行ったのが、乗ってきた関空快速です。その瞬間に、京都駅の春加号が入ってきました。笑い。あ、止まった。そりゃそうか。関空快速出たばっかりだし。あの関空快速が、予定の電車よりも早くに出発してくれたので、次の特急に間に合いました。次の列車も、阪和線の遅れのために、3分ほど遅れて到着です。次の列車は、特急、黒潮、12号、新大阪駅です。この列車で、新大阪駅へ向かいます。これか。今度は大鳥駅ですね。これぞ、阪和線クオリティということなのでしょうか？そんなクオリティいらないよ。お待たせいたしました。発車をいたします。スタンダーバード23号金沢駅は降りられますと同じホーム12番乗り場12時16分発です。山陰線の特急コウノトリ9号弘前温泉駅は18番乗り場12時5分発です。吹田高槻京都方面 JR 京都線降りるお客様13号14番乗り場、大阪三宮神戸方面 JR 神戸線宝塚線ご利用のお客様、15番、16番乗り場へお越しください。地下鉄線はお乗り場です。列車とホーム内が広く空いております。お降りの際、お足元を気をつけください。小さなお子様、お連れのお客様は手をつないでお降りください。今日は JR 西日本特急黒潮12号をご利用くださいまして、ありがとうございます。お忘れ物、落とし物なさいませんよう、皆様、お降りください。この電車は降りられますお客様がすいますとドアを閉めて、その後は特に何もなく2分遅れで新大阪駅に到着しました。所要時間は42分でした。
新大阪駅到着です。とりあえず、他路線が遅れていたら困るので、さっさと次の列車に向かいます。そして突然の大阪駅です。とりあえず、京都、神戸線は大きな遅れはなく、新大阪駅での乗り換えもスムーズで、予定の列車に余裕で間に合いました。そして、大阪駅からはこの列車に乗ります。特急、浜風、3号、霞行きです。この列車で、姫路駅へ向かいます。そういえば俺、キハ189系に乗るの初めてな。そうなんですか？そうなんだよ。だから、浜風に乗るのは、楽しみだったんだよな。今日は特急浜風3号をご利用くださいまして、ありがとうございます。でこれから先、JR 神戸線、姫路からは湾岸線を通りまして、終点の霞まで参ります。はじめに車内のご案内をいたします。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが3号車です。自由席は前寄りの1号車、指定席は2号車と3号車です。お手洗いは2号車と3号車にございます。各車両のデッキには、後ろ式のゴミ箱がございます。不要なものはゴミ箱に詰めていただき、車内以下にご協力をお願いいたします。この列車はデッキ、お手洗いを含め、全車両禁煙です。まもなく鉄橋に差し掛かりますので、放送は一旦中断していただきます。しばらくお待ちください。うなぁ。明石海峡ですね。ここは神戸線で一番海に近づく区間になります。駅に着きました。とりあえず浜風3号を見送りましょうか。あ、ちなみに浜風3号の所要時間は58分でした。次の列車までまだ1時間ありますので、のんびり待ちましょう。はい、1時間が経過しました。早かったですね。そうだな。まああんなことや、こんなことやってたら、時間も早く感じるよな。あんなこと、こんなこと？おい、そんなこと言ってるうちに、次乗るやつ来たよ。あ、すいません。次に乗る列車は、特急、スーパーハクト、8号、京都駅です。これに乗って、一気に京都駅に向かいます。ところでうつ主さん、あんなことやこんなこと、って何ですか？え、いや、普通に、あんなこと、こんなこと、な、何ですかそれ。ちなみに、この、スーパーハクト、8号は、姫路駅に約3分遅れて到着していました。大阪には午後3時29分、西大阪
ご搭乗予定です。この列車には車内販売、ワゴンサービスの営業はありません。ジュース、お茶などの自動販売機は一番前の車1号車と一番後ろの車5号車の列車になります。次は赤信号で止まります。うなぁ、今度は明石海峡大橋も見えますね。わかるなぁ、さっきよりもだいぶ近いですね。今にも潮の香りがしてきそうです。京都駅に到着です。もう何度目でしょうか。それにしてもスーパーアクト良かったな。また乗りたいね。本日も、僕の動画を見てくださり、ありがとうございました。まもなく、この動画は終点に到着いたします。続きをご覧の際は、次の動画にお乗り換えとなります。次回は、京都駅から旅をスタートします。それでは、ご乗車ありがとうございました。